スイス選手二人が、ノロウイルスに感染していることが確認された。2018ピョンチャン冬季オリンピックのメディアブリーフィングが16日午前11時、メインプレスセンターにて開かれた中、スイス選手がノロウイルスに感染したことが明らかとなった。マーク・アダムズ国際オリンピック委員会報道官は、二人の健康状態が良くなく、 選手村を離れたとし、現在は回復中。我々は、必要な全ての措置を取ると回答した。なお、スイス選手二人は選手村ではなく、別途の宿舎に滞在していると伝えられている。